収束型境界とは、プレートテクトニクス理論において、プレート同士が接近している境界のこと。圧縮力が働いており、多くの場合片側のプレートがもう一方のプレートの下に沈み込んで開口となる。衝突している二つのプレートの比重に十分な差がある場合、重いプレートが下に軽いプレートが上になる形で、重いプレートが沈み込んでいく。 沈み込んでいく角度は実に様々で、日本海溝のように45度くらいで沈み込んでいく場合もあれば、マリアナ海溝のようにほぼ真下に沈み込んでいく場合もある。このパターンは、プレートの比重や柔らかさの違いが原因ではないかと言われているが、詳しくはわかっていない。海溝では、沈み込むプレート上の海底堆積物も,も沈み込んでいくが、一部は不可体として、 陸側プレートに地層として蓄積されていく。日本列島各地の地層をなす地地部隊、四万ト大等は数億年数千万年前に蓄積された不可体である。衝突している二つのプレート同士の比重に十分な差がないと、プレート同士が衝突してもどちらかが沈み込んでいくことはできず、その力は圧縮力として働き続ける。この典型的な例が、 インドオーストラリアプレートとユーラシアプレートが衝突しているヒマラヤ山脈パミール高原周辺である。インドプレートの北上に伴いヒマラヤの岩肌のイエローバンドに見えるように古代インド洋の海底の堆積物が不可体として運ばれたがユーラシアプレートとの間で圧縮されて徐々に隆起し急峻な山脈を形作った。この圧縮力はその北まで波及して チベット高原の隆起にも寄与した。また、蒸気とは別に、プレートの組み合わせにより、大陸、海洋型、大陸、大陸型、海洋、海洋型の3種類に分けることもある。多くは、大陸、海洋型だが、ヒマラヤのような大陸、大陸型や、ジャワ海溝、トンガ海溝のような海溝、海溝型もしばしば見られる。ありがとうございます。